指を動かす脳トレ、指マネホイをします。足を揃えて美しい姿勢でやってみましょう。指マネホイの掛け声に合わせてテンポよく指マネをしてみてください。それではいきます。指マネホイ、できましたか？できるだけ早く指を動かしてみてください。指マネホイ、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 指マネホイ。グータグータ、両肩を後ろに4回回していきます。肘を大きく回しましょう。右手のひらを下に向けて指先から肩まで2回さすります。グータグータ、今度は両肩を前に4回回していきます。足を大きく回しましょう。右手のひらを下に向けて指先から肩まで2回さすります。おへそに手を当てて右にずらし、上から4回回します。もう一周。次は早めに回します。斜め上から下に2回さすります。はい、反対。お腹をポンポン、右肩4回、反対2回、拍手。右手のひらを上に向けて指先から肩まで2回さすります。はい、反対。グーパー、グーパー、右足伸ばしてストレッチです。膝に軽く手を添えます。はい、反対。つま先を上に上げましょう。右足伸ばします。少し短めに。はい、反対。内側から外側に4回膝をさすります。へそに手を当てて右にずらし、上に4回回します。もう一周。早めに回します。右斜め上から下に2回さすります。はい、反対。お腹をポンポン、膝からももにかけて2回さすります。足踏みします。右足伸ばして足首からさすっていきます。はい、反対。グーパグーパ。皆さん、いくつになっても若々しくいたいですね。若々しく見られる秘訣は姿勢です。良い姿勢を保つための4つの体操をご紹介します。運動の注意事項が3つあります。1、
痛みや体調不良などがあるときは無理をしないでください。また呼吸を止めないで運動をしましょう。まめに水分補給をしてください。すでに痛みがある方は必ず主治医に相談してから行ってください。まずは座り姿勢を作ります。浅く椅子に腰をかけて足の裏をしっかり地面につけましょう。握り拳1個分ぐらい膝を開けて背筋をまっすぐ伸ばしましょう。両肩を上げてまっすぐ下ろしましょう。1つ目は肘を後ろに引く運動です。両手を軽く握り肘を曲げます。次に息を吸いながら肘を後ろに引いていきます。息を吐きながら肘を元に戻しましょう。では5回行います。背中を意識して行いましょう。いきます。1、戻します。2、息を吸って胸を膨らまして、で戻します。3、肘をぐっと後ろに持ってきて戻します。4、はい、ゆっくり戻します。5、息を吸ってゆっくり戻していきます。はい、一度力を抜きましょう。背中を意識して行うことができましたか？では2セット目です。肩甲骨を寄せるイメージで行いましょう。では準備します。いきます。1、息を吸ってで戻します。はい、2回目、肩甲骨寄せて戻します。3回目、息をしっかり吸って戻します。4回目、息を吸いながらゆっくり吐いていきます。はい、5回目最後です。はい、ゆっくり戻していきます。はい、力を抜いていきましょう。2つ目はドローインです。一番深層にある腹筋を鍛えていきます。これを鍛えると自分自身の筋肉がコルセットの役割をしてくれます。お腹と背中をしっかり支えてかっこよく見えますよ。まずお腹に手を当て、鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませます。ゆっくり口から息を吐きながらお腹を目いっぱいへこませていきます。お腹をへこませたままキープします。このまま息を止めずに自然と呼吸をしていきましょう。はい、一度戻します。これを今から5セット行っていきます。じゃあ1回目です。もう一度お腹に手を当て、鼻から息を吸ってお腹を膨らませます。ゆっくりと口から息を吐きながらお腹を目いっぱいへこませていきましょう。そこでキープして息を止めずに呼吸をしていきましょう。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻していきます。2回目です。お腹に手を当て、鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませていきます。ゆっくり口から息を吐きながらお腹をへこませていきます。お腹をへこましたままそのままキープして、息を止めずに呼吸をしていきます。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻していきます。なるべく呼吸は止めないで行っていきましょう。3回目です。お腹に手を当てて、鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませます。ゆっくりと口から息を吐きながらお腹を目いっぱいへこましていきます。お腹をへこましたままそのまま息を止めずに呼吸します。1、
1、2、3、4、5。はい、戻していきましょう。はい、あと2回です。頑張りましょう。もう一度鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らませます。ゆっくりと口から息を吐きながらお腹を目いっぱいへこましていきます。お腹をへこましたままキープ。そのまま息を止めずに呼吸していきますよ。1、2、3、4、5。はい、戻していきます。はい、最後になります。皆さん頑張っていきましょう。お腹に手を当てて鼻からゆっくり息を吸ってお腹を膨らまします。ゆっくりと口から息を吐きながらお腹を目いっぱいへこましていきましょう。お腹をへこましたままキープして、その状態で呼吸をしていきます。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻していきましょう。楽な姿勢に戻ります。3つ目はツイストです。お腹の真ん中と斜めに走る筋肉を鍛えていきます。両手を軽く握り、肘を曲げます。持ち上げましょう。右の肘と左の膝をくっつけるように寄せていきます。今度は反対です。では交互に10回行います。体を丸めてお腹を意識すると効果的です。では行っていきます。1、戻します。2、3、体をねじるように。4、5、6、7、8、9、10。はい、一度戻します。次は2セット目です。自然な呼吸を心がけてもう一度10回行いましょう。準備しましょう。いきます。1、2、呼吸を止めないでいきましょう。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では一度力を抜いていきましょう。4つ目は足を後ろへ上げる運動です。椅子の背もたれに軽く手を添えて、膝を伸ばしたまま足を後ろに蹴り上げます。体が前に倒れないように注意しましょう。では交互に10回行います。お尻の筋肉を意識しましょう。いきましょう。1、戻します。2、戻します。3、戻します。4、戻します。5、戻します。6、戻します。7、9、では一度戻します。お尻の筋肉は意識できましたか？では2セット目です。今度は背筋と膝に注意して運動しましょう。いきます。1、戻します。2、戻します。3、戻します。4、戻します。5、戻します。6、戻します。7、戻します。8、戻します。9、戻します。10、
に戻していきましょう。いろいろ食べて元気を筋肉を維持しましょう。1日3回の食事の時間が決まっていると体調も整いやすくなります。冷蔵庫に残っている残り物から献立を考えたり、食事を準備することは頭の体操にもなりますし、体力の維持にも役立ちます。1回の食事を大切にして、いろいろな食品からしっかりと栄養をとり、活動的な生活を楽しんでください。いろいろ食べる食事のポイントを手を叩きながら歌いましょう。それでは皆さんもご一緒に。1,2,3 はい。1日3食食べたなら私の老化遠ざかる。いろいろ食べよう、水分取ろう、五感で美味しさ楽しもう。イエイ。